えー、転売屋をなくすためにはどうすればいいかって書いてるんですけど <laughs> これ道徳的な質問じゃないよね転売屋なくしたいのか転売屋ってそんなに憎いですかあそうだね早めに行って買って高い値段で売るのかうんうんうん転売屋をなくすにはなくしたいんだねこれあんまなくしたいと思ったことないななんでだろうなえー、っと誰かがずるいことをしてると思わないからだよなでも 自分の子供や自分の友達が転売屋してたらどう思うんだろううん「もっといい商売ないの?」って聞くだろうなうんうんセドリアみたいなことしてたらいやセドリアはな自分の目利きでやってるわけだからセドリアがダメとか転売屋がダメって言ったら証券会社じゃないや商社全体がダメになっちゃうよね。 ある国で安いものを買って別の国へ持って行って売るっていうのは商売的に正しいってことなんだもんなだからいいとも言えるでも僕らの道徳観の中にある転売屋が嫌だとかなんだろうダフ屋っていう風なものがうんちょっと目を伏せて生きてるのは何でなんだろうねこの辺もちょっと面白いは面白いですね。僕はだろうな、自分自分身で、あなんかでもそんなな。商売するなあの今の 仕事で食っていけなくなったら多分転売屋でもセドリ屋でもすると思うしその時にはいやその時なりの理屈があると思うけどもなやっぱでもちょっと恥ずかしいと思うんじゃねえのかな。ダフやは違法だからいや違法あのね僕自分の中に倫理があんまりないって言ったのはあの法律っていうのをそんなにね重要視してない,ないんですよね重要視してないとかねでもこういうのをね公共放送で言うのよくないんですよ。あの <laughs> 正直、はい。これも道徳と同じでですね法律は守って当たり前で破るのえっ、ー、っていうような態度が大人の態度であってですねなんでこういう時にこう黒いのが出ちゃうんだろうね。黒いのを出していいタイミングと悪いタイミングだってさっきの明らかに悪いタイミングだよな。公公共共放放送。送うんこめが。<laughs> ニコ生は公共放送だぞ、バカ野郎。